方楽天イーグルス、とんでもない状態で最下位になっていた。楽天イーグルスちゃん、余裕で最下位だけど、ここまで山本由伸にも佐々木朗希にも平にも当たっていません。ええんか。そんなん使うのもったいないからね。どの他の球団は怪我人多いけど、楽天は怪我人いないのも地味にヤバい。運が良いのはポジポイント。よく三木谷ぶち切れんな。球団よりもモバイルがどうなるか心配で、それどころやないし。三木谷は仙台より神戸重視やぞ。DeNA のナンバはひたすら神奈川推ししてるのに。楽天って何が悪いの？野手？投手？全部だぞ。佐々木や山本がここに負けるのを恐れて逃げてるってことか？せやで。楽天のある意味一番ヤバいのは、昨日みたいな序盤で試合がぶっ壊れた日に投手が先発以外に5人も出てくること。しかもそのうち3人は今日も投げました。楽天のことはセイエンゼルスとか言って盛大にポジってるやついてビビったわ。一軍交流戦のチーム投手三振率、三振も取れない守備も悪い、打線もしなしな。弱すぎるとかもじゃなくて、全球団このチーム相手には落とせない緊張感のある試合になって素晴らしいですね。楽天金も出すが口も出す、中日金出さない口出さない。中日兵こいちゃった、男子何やってんだよ。女子やだもう。楽天うんち漏らしちゃった、男子何やってんだよ女子。くさ、うまいわこれ。好き。中日と違ってネタにできないレベルの集大ってことか。最近石井のヤバさが知れ渡ってきてて嬉しい。